1年いただければ九州にまで攻め込めます。信長様はあれだけ可愛がっていた村重を殺せますか？兄者は家康殿の草履とでもします。あなたこそ跡取りなのになあ。俺が天下を取ったらこんなもんじゃないぞ。人に使われるのは飽きた。なんで俺がタヌキの草履取らなきゃいけねえんだ。タヌキなんかひどってんだよ。やったか。あの二人どっちも危ないな。ありだけ突っ込め。光秀うまくやれるかな。どうせお前死ぬけどな。武人として忠義を重んじていきたいと思っております。ひどい目に遭わされても次の天下を考えて我慢してるんだ。この世のものではない魔王と信じて仕えてきましたが、家督を我が子になど結局は人の子だったということだ。今までの私は殴られたんだ。出陣天誅。はいつくばってでも首を持ってこい。信長の印がなければ武人の本分が立たん。俺たち侍のちぎりなんかより天下というものはずっと重いものなんだ。これは天命だと思うか。信長覚悟。皆殺しに決まったらや。この眺め今の目に譲れるか。どうなっとるってこのハゲ。猿にハゲ働き次第で跡目を選んだるに。俺のために死ぬ気で働け。ええか。このまんじゅう食え。やっちゅうやつはどんだけ可愛い男だ。人間埋もれたところ全て遊びだわ。この世の人間全部血祭りにあげたるだろう。生きるも死ぬも俺次第だわ。わしが侍大将や。はただ侍になりたいだけやったんです。お前の旦那な今度会う時は大名かもしれんで。やめえ大将軍や。何はもしきが敵の侍大将の首取ったね。やったるね。よも子供親父もおらんようになってせいせいした。明智にお礼言いたいわ。お守りや敵の首や。秀吉様が戦まで思いっきりかけてこいって。わしは侍大将になりたいんだ。焦った光秀と村重は必ずやしくじります。兵糧攻めが効いてます。あと少しで腹をすかして白旗をあげるはずです。勘兵衛どんなの拾う。その手紙が使えますね。秀吉様ここは私にお任せ願えますか。親方様の本音をお読みになれば忠義心など吹き飛びますよ。光秀様が取って代わる気ならば秀吉様いつでも一肌脱ぐご覚悟なんですよ。どうして早く帰ってきたかぐらい考えろ。降伏する城主が腹かっさばくのは戦の道理です。それな道理が通るんかい。仏の道理があるように侍にも道理がある。我が息子を担ぐようでは親方様も終わりが見えました。お前は黙って言うことを聞いてればいいんだ。悪いようにはせん。敵の大将明智光秀の首を上げるんだ。バカ野郎。兄者が親方様なら張り付けの上一族郎と皆殺しだぞ。貴様らがちゃんとやらないと親方様の次をもらえないだろう。止めたのに家康に恩を売るんだって飛び出したの兄者じゃないか。家康殿へ刺客が放たれると兄者直々にお知らせしようと長谷さんしたんです。手柄取ったら跡目を譲るなんて嘘ばっかりだよ。兄者がなこの金とこいつらの儲けを分けろということだ。兄者置いてやろうよ。殺す気か。兄者の人が悪いよ。兄者よう頑張ったよ。もうちょっとで君一だぞ。天下が欲しいんだろう。天下が。兄者が溺れ死んだら俺が大将だな。郊外で忍びの修行をしてまいりましたが、今や天下一の芸人間近そろり新左衛門にございます。昔は昔今は今でんがな。忍びの赤を落として右礼にしてますぜ。芸って歌や踊りでもやるのか。しゃべりで笑わせといて最後にドーンと落とす話を受けたらわいらを秀吉様の元に置いてくれありますか。何を言う、抜け人の分際で。わいは日本一の出世男にお仕えしたいんですわ。アホって何が侍じゃ。褒美の前金だ。きな臭い話でんな。こっからの大勝負五分五分やと見てんねや。白身なんかは使い捨てですから。金次第で何でもやる連中だ。潮時や思たら早く逃げた方がいいと。みんなアホか。貴様に解釈されるなら嬉しいよ。私を四国か甲州攻めの対象にしてください。もうそこで大暴れして親方様を喜ばしたいんです。身も心も捧げた褒美が摂津一国だぞ。いっそあんな奴についていけるか。お前がその兵を挙げて本能寺に突っ込めば天下俺らに。俺だって出世のためにずっと我慢してきたんだ。ずっとそのあげふら一族の元になるぜ。俺の心からお前に感謝してんだよ。信長は跡目を餌にお前を自分のものにしただけで、西の猿は味方だろ。信長やろう、腹くくれ。私は天下などいりませんよ。イエス殿へ刺客が放たれると。これが私なんかを。親方様です。困りましたな。頭がどうかしてきたとは常々思っていましたがね、そこまでひどいとついていけませんな。武田もざまあない。取ったぞ。誰が本物か教えろ。影武者か。小ざし狸と呼ばれるだけはあります。すぐに代わりを用意せ。はい。命拾いをしたよ。あの人の元におったらいくつ首があってもたらしまへんけどな。親方様の一言で皆さんやる気になるのは結構やおまへんか。行くよ。よく来たな。光秀様から来月1日頃に本能寺にて茶会を行いますので、そこでと伝言です。光秀さんがやる言うてはるけど例のものを用意してくれ。さあ逃げますよ。どうですやろう。新左衛門に見晴らすのは。殺したかったらそこでご随に。おわては毎朝自分の首をよう洗うようにしております。天下平定まで着物の襟はパリッときれいにしときたいもんですわ。